山岡聖子と申します。iPhone でこのような絵を描いております。例えばその水彩画ですと、パレットだったり、筆だったりある程度の道具っていうのが必要になってくるんですけども、iPhone で描く場合、必要なのはもう iPhone とあと自分の指だけなんですね。場所をとらわれずに、どこでも気軽に描くことができるっていうのが一番の魅力かと思います。はい、アートスタジオっていうアプリを使ってます。パレットがありまして、いろんな色が初めから設定されてるんですけども、自分で色をカスタマイズして作ることもできますし、細かいとこ描くときはこう拡大して、全体をこう見ながら、バランスを見て見るときは画面を引いてっていうようなことをこう繰り返しながら描いていくような感じですね。始めたきっかけなんですけども、普段私サラリーマンしてまして、平日は仕事をしてまして、で休みの日だけ自宅で水彩画を描いてるんですけども、休みの日だけですと全然やっぱ描く時間が足りなくて、やっぱりその絵をもっと上手くなるにはもっとたくさん描かないといけないと、じゃあどうしようかなと考えた時に思いついたのが、通勤中の電車の中でこの iPhone を使って絵を描いたら少しは絵の描く練習になるんじゃないかなと思って始めたのが最初のきっかけですね。その iPhone とか iPad で描く絵を教える教室というのはまだないと思うので、そういったものも、いつかこう教室を開いたりとかできたらいいななんて思ったりもしています。